階段アミーゴ車で。ちょっと怖い家で思い出したのがあるんですけど、怖い家で思い出すね、思い出しちゃいますね。本当に今今日話す予定でもなかったんですけど、うん、僕2個前に住んでた家が一番怖かったんですよ、うん、変なことがやたらあったんですよね、うん、でそれはもう僕以外の家族もみんな経験しててもう慣れちゃったっていう感じで、で僕はその中でも一番印象に残ってるのが、自分の部屋で寝てました。ベッドがあって3段ベッドなんです。2段ベッドがあって上下の段ってあって、下の段の下にもっとベッドがあって、こう引き出すと3段になるみたいな。で僕はその3段目だったんですよ。誰もいなかったんですよね、その僕のがいた部屋には。ダイニングとかには家族いたんですけど、でこう寝っ転がりながらこう上携帯いじったんですよ。だから視界が上なんですよね、天井が視界に入ってるんですけど、その視界に2段ベッドの上のところは微妙に見えるんですけど、そこから何かが出てきて、あれ誰もいないはずなのにと思ってパッて見たら、そこから人間の手を何個も組み合わせたような何かよく分かんないものがズズズって出てきたんですよ。うわーってなって、もうベッドから転げ落ちて、今こんな見ただとか、まさしく同じとこでこう寝っ転がってて、兄ちゃん帰ってきたんですよね、ただいまおかえりって言って、パッて言ったらベッドからこう顔を向ければ、ドアの方から一瞬だけ玄関からダイニングに向かう兄ちゃんが見えるんですけど、パッて見たら兄ちゃんがバーって行った後ろをボロボロの青い服着た女が四つん這いで追いかけたのがあったんですよ。ただでも僕しか見てないん で僕しかもその時すごいビビリだったから、勝手な何かその幻覚を見たかもというか、自分がそういうのを生み出したのかなっていう可能性も考えたんです、怖すぎて。で、ある時そのダイニングからそのさっきの部屋に戻る時にバーってあるさ、夜中だったんですけど、まあ廊下があってこっち側が窓なんです。でカーテンがバーってって、でバーって歩いた時にチラッて見たら、カーテンの下から足が見えたんですね、うん、でもカーテンと窓の間ってそんなに隙間がないから人が立てるわけないんですよ。人が立ったらこうちょっとボコッとなるはずなのに、うんうん、カーテンは全く膨らんでないのに下から綺麗に足だけ出てるんですよ。でうわーっていうのがあって、でそんなことを思い出したんですけど、一個一個がこう短い話なんで、どう喋っていいか分かんなかったんですね、これを。でそこから引っ越して、でも、まあ、さらに引っ越して今住んでる家にいるんですけど、僕はこういう怪談活動をよくやるようになって、母親ともこういう話するようになったんですけど、そういえば2個前の家怖かったよねって言って、そうだねって言って、お母さんもあの家なんか経験あったって言ったら、それこそね、あの家で、あの家に初めて内見に行った時なんだけど、多分あんたいなかったと思うけどね、ガチャって玄関開けたら廊下があったじゃないって言うんですよ。その廊下っていうのが、僕はさっきカーテンの下から足が見た廊下なんですけど、あったねってガチャって開けた瞬間、廊下にちょうど目の前にね、白い足首だけあったんだよねって、それは一番最初の出来事として覚えてる時に、ああ同じもの見て自分たちが住む前からいたんだっていうことに後々気づいたっていうのはありました。